早朝系の夕日をバックに早朝系のや群馬県にあります伊勢崎大津でございます。なぜ私がこの伊勢崎大津にいるかっていうことを皆さんにご紹介しようじゃないかということでございます。いや、ぜひお願いします。8月にね、マッコージさんと、はい、あのハンバーグ師匠と営業で、うん、あのここに来たんですよ、はい、バイクで先導したということで、はい、知らせていただいてね、はい、伊勢崎大津さんがぜひこれで先導してください言うて、はい、こうしちゃってください言うて、いいんですかなんつって、なんちゅう仕事や言うてやったら、あの大炎上しましたねツイッターのまとめで、何やってんだと、純正な、神聖な、じゃあ神聖なんだ、純正じゃないお前好きですね、純正なあ、トルレンみたいに言うな、お前何が好きですねって、お前バイクの話かと思った。誰がトルレンの純正が好きやな、そっちそっちや神聖な場所で何やってるんだって怒られてんだよ、はい、こっちは仕事で呼ばれてんだよお前選手のみんなも喜んでたんだよ、はい、お依頼を受けて、お依頼を受けてやってんだから、はい、断れよみたいな、なんで断らないか仕事やこっちは、はい、OK、それやってこの来させてもらったやな、はい、で選手の三浦さんっていう方がいて、はい、バッコーさんとも仲いいんやけど、で三浦さんといろいろ話してね、実はねって三浦さんってちょっとお話がございますと私ねって、はい、コールはね、あのやる場所があんまりなくてですね、確かに今日こういう風に仕事をやらせてもらって正直むちゃくちゃ嬉しかったですと、うん、昔ね番組の方であのコールやらさせてもらったこともあるんですけども、その時もこういう風にサーキット場をねお借りしてやらさせてもらったんですよって、佐藤さんと17年前ですよね、やりすぎ工事かなんかでやってたやつですよねって、うん、それここですよって、そらーって竹さんどのみってなって、そうやったんです。いや17年前なんて俺東京来たばっかやったし、はい、その場所がどこなのかもう分からない、ロケバスに連れられて行ったわけやから、はい、あここだったんですね、そういえば写真に面影あるなぁ思って、あここなんやってなって、でまたそれをまたお願いしたら、いやもうぜひぜひそれはちょっとあの僕つなぎますんでつって、で、やらせてもらえることになったんです、おめでとうございます。素晴らしいよ。ミュージックホールをずっと言ってたやん、チューリップ咲いた咲いたチューリップの花がみたいなのは654654654654654654654 俺がちょっと口先番長と思われたの嫌やから実際にこれ奏でんとこいつ嘘ついてんじゃねえかなって、はいはい、口先で言って、あ口先で言ってるやん、はい、誰がフィラチューやって口だけちゃうぞと本番もありありよってなあ、違法行為、違法行為やめろお前、いつかバンされんぞお前、マジで本当に、いやいや僕じゃないどういうつもりですこっちのセリフや、はい、こっちですってなって、はい、それを明日やらせてもらえるわけよ、明日こう休みの日やったらいいっていうことで、しかもいつオレンジのところ車道やったら選手は走らないから、なるほど、そこを乗せてもらえるんやけど、せっかくやったらレースもあるらしいってやりませんかって、うん、だったらもう前の日から来て、うん、遊ばせてもろって、うん、ね、オートレースの世界なんか知らないやん、はい、いや全くです、それ俺やるっていう、それみんな楽しみながらやって、うん、ほいで明日はちょっとブンブンよって奏でるよって、そうブンブン奏でるためにここにやってきたっていう勝ちレースあるらしいから、それをちょっとまあちょっと景気祝いにドバッとドバッとちょっとやってみようじゃないかと、今日も作るの帰らないのね、聞けるよ街角スタイスタイスタイタビルダーズ、確認っていつか、なんですか、マンダラ家のオークションの時もちょっとお金厳しいみたいな、厳しい、いやもうギリギリで持ってきた普段1000円ギャンブル、うん、で正直言わせてもらって、前回もマッコイさんとジュンさんとここ来た時いきなり3連打あったんですよ、えだからやっぱ普段やんないから、やっぱこの当たんのよ俺っつう男、ビギナーズラック、ビギナーズラック、あ、ちょっと電話出るな違う、佐田さんにかかってきたわけじゃないですか、あれ俺じゃないの、はい、貸し切りでやってるから俺に電話かな、いやいやいや、昔は本当金ない頃は行けたパチンコとか、黒瀬君ともうこんなになりますから黒瀬先輩、金のないけ増やさねえかってですね二人でなんか黒瀬君といつもイカのオスの釣りに来て、いつもプロミスでお金を下ろして黒瀬君がないんだ、もう流れましたバイ芸人エピソードだろ、そんなことも経て経てやな、仕事の時でいいから行くこともあるけどさ、その時だけはやってたの、うーん、
いや教えてもらいながらね、で今日も教えてもらえるみたいやから、はい、いくら持ってきた、正直言って、正直3万こいつマジで食べてるどういうことですかマジでいやそんなもんじゃないですかって、いやいや俺もマジでもう財布に入るだけ持ってきたもんね、マジで25万、やめなそのいやまあビギナーズラックあるから、そうっすよね、そうやろ、どうする25万が125万になったら、俺またバイク買うかもしれん、かっぱれだとしたら、まあでもそんな欲はないけん、まあでも楽しもうよ、はい、そんなもんだってお前バイクで走らせてくれるの、もう安いもんじゃお前25万なんてそっか、そうやろ、ここそうや貸していただいて、そうや、もう破産していきますよ私は1円も持って帰るんだよまあとりあえずすごいから、俺前回びっくりしたんやけど、市内のバイクのオートレースのハンドルってこんなん、あハンドル壊れてるじゃないですか、違う違う壊れてないの左にしか曲がらんから、ずーっとこう左にしか曲がらんから、はい、これやん、もうそれで水平になるように すごいの、でそれにこのハンドルでブレーキないの、はい、やばくない、ブレーキないんですか、ノンブレーキやの、でもこれアクセルブーンで戻して止まるしかないの、でギアも2足しかないの、だからロースタートでハイに入れたらもうずっとハイやん、はい、ノンブレーキで行くんですババーンって、だけど誰かがぶつかってきてもブレーキないからもうぶつかったらもうぶつかれたすごいね、命削ってらっしゃるのよ、すごいそんなことも知らんやろ、知らなかった、失礼極まりないよ、命かけてはんねん、それに対して行けこらとか、ああおめえ何してんだよってなしや、絶対それやめような、ああ俺たちリスペクトを持ってやろうな、そうです、それはもちろんこれやって、はあ、パンやからすごいよ、ロースタートブラーンブラーン、はい入ったブラーンよな、であとオートレースの凄さを、いや教えてください、いや生で見たら全然違うよマジ本当に、オースです、今から思想が出るらしいね、思想思想、今日こんな感じですよっていう、あ、これ、ウルブ、これこれ、この先導車、これを俺がやったのよ、これ今ハザードされてるやん、はい、これを俺がロケットカードで走って炎上したのよ、あ、そういうことなんだ、うん、そういうこと、で、第一レースは、4番の方が決車、はい、出ない、で、俺はもう3連単の男やから、3連単って一番このオッズが高いというか、難しいんじゃん、聞いたことあるよ3連単、はい、そう難しいんだよ、はい、1位、2位、3位は当てないかんから、そうですね、でもその分当てたらボン倍率が、はい、いろいろ1着だけ当てるやつもあるし、はい、そのボックスっていうだから3個選んでこの中がどれが 1,2,3 になっても当たりっていうのもあるし、これ思想見るわ、ベタベタ倒してるからね、すごいやろ、確かにあんなにバイク倒してたらハンドルあれじゃないとあれじゃないと無理やん、はい、はえーよ、怖いよこれ、ブレーキやからねすごないこれ、信じられないよ、アクセル緩めてるだけよ調整、ちょっとごめんもう今全く見てなかった今日はいろいろと教えてくれるということで、あ青系の橋本さんと加藤さんが来てくれてるんだけど加藤さんは今ちょっとどこ行ってらっしゃるんですかさっきちょっとご挨拶してもらったんやけど、はい、今日いろいろまあ聞きまして、昨日の測定のタイムが書いてあるんだよ、なるほど、そのタイムを見てかけるっていう、だって昨日の調子がこんな感じだから、まあ、今日もそんなに狂わないでしょっていう、データでやるんですねやっぱり、データでやるよっていうので、ちょっとここにタイムがあるでしょ、この君、はい、でここにこう 10m っていうのはハンデ 10m、 10m 後ろからスタートするんだけど、あの 0.01、 この 10m っていうのはこの 3.518 になるの、 0.01 だから、その秒数に0.01、はい、で 20m の場合は 0.02、はい、いう部分で言っていくと、妥当なのは672ぐらいの順番がタイムで言うと早い、でこの3連単をどう選びましょうかっていう、まず1着6、ベタなところも一応押さえておく、672、1もちょっと怖いね、こういう時1、うん、だから671もいきたい、なるほど、プラス7気になってるんですよ、それはなぜ、福岡出身の同級生だそうなんですか、そう金山周平選手、金山周平選手、まあ、ベテラン、はあ、飯塚の俺の同級生の全く同じです、これ縁あるやん、ちょっとありますね、あるやん、だから金山選手を一番に持ってくるっていう、はい、7、うん、これで6、運命、7、6、1っていう、あと1個書いてある、あ6、2、7、これで私は、はい、いくらいくかですね、はい、はい、これに、5000いきます、はい、
はい、5000円、はい、5000円です。え、一口5000円、一口5000円です。私は今日25万円持ってきてますから。まずお金を入れるんですよ。まずお金を見てください、震えてますよ。ちょっと体持ちますか、その。今日8年生で全然違うとこ差し込んでる。震えてますよね。震えてます、いいですか。マークシートを入れます。いいですよね、はい、で発行。ちなみに倍率ちょっと3連単ベスト30、そうですね、765とか買ってないですよ俺。ちょっと説明が足んなかったところがあって、思想タイムっていうのが出るんですけど、はい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 、大草のこの清岡選手って昨日4-2だったんですけど、はい、3-8っていうんで上がってるんですよね、はあはあはあ、そうすると言ってもらわないとありません。すいません、ちょっと時間がなかったので。思想が、そうか、思想でまた。もう5分前になってますけど、これもこれも返品聞かないですもんね、これね。ちなみにですよ、これ何番人気ですよ、これ。ちなみに44.6倍だと22万円。いい、気に来るぞ。行ったら671、45倍、671、45倍で761、36倍、627、47倍、はい、一気に20万ってことですね。2万が20倍や、うの。でけえ。俺はよ、はい、遊びに来てんじゃねえんだよ。え？バイクを買いに来てんだよ。そういうこと。さて、一個先の話なんすね。バイクを買う、買えないっつってる。煩悩まみれ。サテのホビー3に向けて、なんでバイク買うけにゃーって、ニキッドが欲しいからね。そうだ。ニキッド欲しがってた。GS かな、バブかな、ねえ、にかよくねえ、ネイトプリー。ギャルだったな。バイク買うのギャルだった、ね、それ言うてんねん。ちょ、まず頼むわ。本当に、だから6か7が頭じゃないともう俺は終わった。オースです。あ、出てきた。来るよ。来たぞ。来たよ。ファンファーレ。緊張するな。1レース一般戦。おお、当たるな。センターから上村と佐久間スタート。当たる。させスタートを決めていっています。1番の枠、2番手、3番手、3番手、3番手、からの清川優秀、あれはな、膨らんでからの6番の木村、が入ってきて、緑が、緑がのペースはどうか。いや、緑がいいよ。6してる、うまい、6枚が入ってきた、6枚よ、6枚、全然あるよ、6枚よ、6枚、6枚、いい、入った、6枚、6枚、めちゃくちゃうまい、6めちゃくちゃうまいよ、6枚よ、上がってきてろ、6、7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 、
の手が届きそうか。6なのに7抜いた7来た7抜けた1だ。これ今7抜くな7抜けて6点いって。3番手なんとか清岡が上がりました。共にハラミ気味ですが、いそれや清岡わずかに3番手優勢だ。2番上村4番手下がっています。前の2人が抜け出しました。1しろ来い、やばい。7-6周平人気に応えました。終わりラスト1周7-6何終わり惜しい。一瞬6-7-2になりますよね。6-7来た。おいマジか、おい激アツでしたよね、これ惜しい惜しい。これ2連単やったら当たってるからね。そういうことですね。震えたね。同郷の同学、いやだからそう1位やった。だから、うん、もっと使用するだった。いやでも 30m のハンデって、いやそうっすね、やっぱなかなかやん、はい、ってちょっと思ったのよ。気持ち切り替えてな。これ思想っすか。思想見とかんと。こんなタイミングで思想入るんだ。はい、悔しがってる場合じゃないんだ。悔しがってる場合じゃないのよ。
です。面白いな。熱くなりますね。なんか熱くなるよな。ちゃくちゃ悔しいもんな。バイクってのがたまらんやん。そうっすね。馬とかじゃないやん、はい、ボートでもないやん、はい、バイクやん、単車やん、うん、面白いな。うわやっぱ待って、67がやっぱ早いんか。オッズ出てます。764が人気なんや。もう一回762ちゃうか。嘘でしょ。でも6と7と2がちょっと、2が調子いいから倍率も高いし。うわ246、246っていいね。まあなんか渋谷通るんですか、ね、なんか246いいよな。なんか246はいいよな。246も買っとくか。ルート246、うん、627も買っとくか。627 742とか買ってみるから。シーッ、いきます。おお、あれ今回いくらですか。2万です。もうやっぱり私1レースに2万突っ込むという男を出会ったしなので失礼します。いきます。一番熱いのは627が72倍なんで5000で36倍、だいぶ熱い。 やばいっすね。これは取りますよ今日は。すいませんね。きた、バババババババー、はい、オレンジ緑黒が何かやってくれたらいいわ。オレンジ緑黒青2レース一般戦スタートしました。シャワーゲーム枠なりとなりました。10メートルのスタートですが、ほぼ互角の飛び出しになっています。7が刺す、1コーナーでかましていこうとしている4番の笠原が出ていきますが、7が刺した、刺さない、まだここ広がってからの7が刺す。前の体勢ですが、1番の吉田、外から井の熊、井の熊は早めに飛行して、先頭に立たないところであります。まだ刺さない。1周目、しかし吉田富士島も粘っています。さあこの1、2コーナーでまくっていく井の熊、上がってきた、上がってきた、上がってきた、6、7上がってきたよ、6、7上がってきた、6、7上がってきた、鈴木明夫、1番吉田が交代4番手、そのうちから6番の長谷、そして後方5番水光寺、今2、青きた、24だから246来たらいいよ、6来たらいいよ、これで6な、どれや、6どれや、6緑だから、あ、来てる来てる来てる、246来たらよ、来てる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 、6抜け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 、来てるよ、24、やばいやばい、4番の笠原2番手の位置変わりません。3番手も3番の鈴木明夫を粘っています。ここで緑抜け、もう一度接近する6番の長谷春久、2、3番手の攻防が勝負となるでしょうか。緑来い、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 3番鈴木明夫の外から2番の長谷、緑来い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 、その後後輩鈴木明夫、7番ステージ鈴木浩二、鈴木3名は中段から後方になってブルーフラッグ、これはだ、これはだ、2番の横浜先頭、4番の笠原がじわっと差を詰めてはいるんですが、今は先頭キープ、3番の6番の長谷川、4番笠原の後ろ、だいぶ車間を縮めてはいるんですが、仕掛けどころはないか、体勢変化なさそうか、最終コーナーを立ち上がりました。人気に応え井戸熊龍太降臨、来たー来たちゃうな。10万取ったな。やったいや嬉しい、マジで嬉しい、マジで。いや246なんてマジでどれで買っただけですよ。じゃあちょっとやばいな。おい、頭おかしくないぞ、頭おかしくないぞ、頭おかしくないぞ。今初めて人生でこの10万とか買ったの。ああ3連単、まあ当たらんよ、はい、マジで、はい、しかもこんなカメラ向けられてる時に来た、来た、はい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 、246ありがとうございます。246ありがとうございます。倍率がちょっと落ちた、 19.6 倍やから、あ、ちょっと待ってくれ、もう払いますか、はい、いいっすか、震えるよ、ちょっと待って、おい、おい、どこや、どこさん、ここ、ここ、ここ入れたいっすか、初めてかも、こんな、ちょっと震えてるわ。ここにいないの？うわ、狭っ。あ、じゃあ、こっち、こっち、こっち。ちょっと、つっちゃった。うげ、こっち、こっち、こっち。あ、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 あ
お新しいお札も入ってた。負けだと思ったやろ。はい。最初俺が2万した時にざまと思ったやろ。僕も思ってない。いや、見よう、アンチは。はい、見よう。はい。ブーグ、まだ何も言われてないっすよ。いや、言ってね、言ってね。生命いつけ。もうコメント入ってきてる。あ、入った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 。ブーグ。はい。取ってんねん。9万8000円。クーブーグ。やれるもんならやってみな。じゃあぜひやってほしいですよね。やってほしいよ。アンチに言うてるよ。言うてる。いやー楽しいね。次行きましょう。うわすごっ。オースです。一応次は4が20丸なんですね。青系さん予想やと。そうだ、上がってきたのタイム早かったのどれですか。はい、2番っていう選手は、はい、これ出てあんまり良くないんですけど、はい、やっぱりね、俺やっぱりこれ、ね、今日672何かあると思ってるんですよ。最初に買った672がずっと欲しかったじゃないですか。だから672は買い続けようと思う。どっかで来ると思う、うん、ありがとう。誰に。じゃあまず672からいくわ。これ原価継ぎ、672から買うっていう原価継ぎ、762も買うわ。加藤さんどこ行ってたんですか。これ当てますよ。はい、もう落ちちゃったんですか。落ちてました。3連単予想されてるんですか。ええ、一応6番の軸で647、674の2点で。ちょっと見てください。じゃあ764。ちなみに、はい、764現状を6倍ぐらいですね。おもんないな。764はじゃあちょっとおもんないな。764はじゃあ外すわ。いや俺ガチガチじゃしに来たんちゃうね。6倍だって3万にしかならんやん。そうす9万8000取ったところさ外すよ。647だと倍率どうすか。13倍。まあ13倍だったらええちゃう。だって6周で 何分ぐらいですか。3分ぐらいですか。3分で10万稼ぐ男招待状ちょうだいよ。ちょっともう買い方に余裕が出てきましたね。外してよ、ここに置いとくわ。あ、なるほど。これが当たり券やから。わかりやすいやろ。1レース目、2レース目ーこうしていこうの、わかりやすいように。あ、なるほど。オースです。647買ってる。はい、ギリギリで647ね、さっき変えたんですよ。そう、はいはい、あのなぜかったら、はい、オッズが低かったから。20万とかなるとかは一応自分もあれなんで647 10.9、はい、じゃそれをお願いします。近藤さんいつもな声っすね。この選手の方やけど岡野の声そっくりですよ。確かにギャンブルの時のいでたちもなんかいでたちももう岡野です。あれもなんです、はい、そうなんですか。岡野やばい。やばい、痛い、岡野が。ネットで買う人も、うん、友達と一緒にやったほうがいいですね、これ。やったほうがいい。一緒に。これマジ、みんなに癒やして、だって俺初めて会ったけど、楽しいよ。そうですね。これで当たってくれりゃ、なお楽しい。なお楽しい。行こう。そうしたら6のヘッドが。なるほど。6ヘッド3個あるんですよ、俺。6ヘッド3個持ってるから。じゃあ、緑に注目しといて。6クローゼ。ダンセン、スタートしました。6! 2車並びの20戦のスタート。この後ろから鈴木匠が来る。ファイヤースタート。2車を叩いていくんでしょうか。6番の鈴木匠、すげえ、もう3位。20メートルの両者は鈴木匠に叩かれました。北爪が3番の深沢の前に出ていこうと、最後方大きく離れて7番の田中さんとしてあります。6番の鈴木匠持ち前の速攻で行ったんですが、ちょっとここが立ち上がりや。深沢が練習です。でもいいね、全然先頭2番の下に回りました。2番手滝沢健、外から3番深沢です。落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。6番鈴木匠、ここで6来るか。6来た、6来た、6来た、6、うわ、インから、インから6来た。すごいよな。最後に上がってきた。今2、3、6が食ってくれるのかな。7が来た。速い6、速いな6な。外から行く鈴木匠、切り返そうとしているんでしょうか。その抜けない。7が来ました、ね、
前は凝縮しています。2番の人が粘ります。2番手3番深澤ですが、内から田中が並んでまとめていくんでしょうか。76にあります。76にあるよ。我慢している7番の田中ちょっと待ってください。ここでまとめて捉えました。7番に受けました。7に6、76にあるよ。76にあるよ。3番の深澤、4番深澤が止まって、76に来い。外枠の2人が抜け出しました。3番手はどうか。シトと3番の深澤です。76、76、これが1周回。シシトが粘るか、それとも3番深澤が3番手と上がれるか。ここがポイント。今こんなだ。その後離れている。1つ目は後方から2番手と見ています。誰かが誰かを教えてるのは許せない。76に来い。これ76に見えちゃうか。濃厚3番手に来ます。人が優勢で合理。うわ、嘘でしょ。信じられない。何倍これマジ嘘じゃないね。だから672が俺ずっと買うって言ってるやん、はい、それに逆上げたら大丈夫。あらー誰に対して選手たちにそうそう褒めて。あー、こんな滑り出していいんか俺は。大丈夫かな。大丈夫かな。震えてますよ。嘘でしょ。私は。はい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 。はい、ちょっと待ってください。はーい。はーい。行きます。食べます。OK ですか。行きます。嘘でしょ。これは私が何にもしたって。ルーク、ルーク、取っといて。9万4千円。おーすしてる。動画終わり。おーす。これはもうすごいやばくないマジで。6分で13万2000円勝つ男。6分で13万2000円買う男。で、うん、で、伊勢崎大音が好きです。伊勢崎大音が好きです。いや、勝手に伊勢崎大音作んないでください。本当に。はい。伊勢崎大音来た方がいい。なんだこれ。感じがいい伊勢崎大音は。やっぱ気の流れとかも違ってくるんですかね。気がいい。はい。いろんなレースだけど、石崎大太気がいい。いろんなレース場行くんでしたっけ。ここで営業とか、あ、なるほど、なんかレース場行ってきたけど、はい、石崎大太レース場一番気がいい。なんか巡っとる、なんか、あ、うん、なんか負ける気せんもん。次もじゃあ次も取るよ。3連単3連勝できる人おったら招待状ちょうだい。3連単2連勝するから。うん、意外と無欲なんですよ。なるほど。私今取り憑かれてない。全然疲れてない。別にこれがなくなっても何とも思う。今お前がこれを取ったとするやん、はい、何とも思う。もう無欲。どういう予想の仕方してるんですか。いや結構適当な感じで勘で。でもあんだけの感覚、うん、いけるんだったらあのすごいあれですね。やめろ。ちょっと頭ハンドルみたいな形になっちゃうから頭こうなっちゃうから。オートレースのバイクみたいにしたるかこれ。ダメダメっすやっぱ。わない人の金。やめろ、はい、人の金は金ぞ。9894オースです。これも結構半ですね全員。もうちょっと難しいですね。あ、じゃあここ当てたら本物だ。ナナが結構うまい選手なんですよ、はい、さばいたりとか。でも俺672を全部買うって決めてるんですよ。今度672は倍率どうすか。すごいつけます。5000円買っていくらですか。はい、200万ですか。バイク買うじゃん。672行かせていただきます。372ありえます。3番人気ですよ。3番人気だ。何倍ですか。16.5。でかいよ。おー、でもそうですね。結構人気も割れてるんで、一番人気でも 9.1 倍ですから、
近藤さんは隣の画面で3の頭で、うわ、3の頭多いっすね。3-4-2か。6-7-2400何倍したっけ。6-7-2400倍です。450万か。車の買ってことですか。車か。夢見てやってるでしょ、ギャンブルって。はい。日銭稼ぎ切りって分けちゃうから。はあ。一か八か。はい。で、やっぱ張った張らないかの勝負でやってるから。はい。そうだっていう人間はね、うん。人が変わったように余裕がありますね。で意外と盛り上がってる。3連単3連勝できる人交代の状態大丈夫です。来るよ900倍来たら強いよな。いやマジでやばいっすよ。やばいっすよ。もう900倍来たらもうこれ以上はないぞ。もう鮮度。俺900倍来たら、いやいや、ほんとってもうでけへん。もうギャンブル芸人の仲間入りですな、はい、もう3秒切っています。第4レース3連単3連勝いけるか。2もいいですね。まとめて捉えるか。インコース飛び込んでいく3番の林。ここで西上がり観光先頭に立った。しかも一番672のついに勝ってるのよ。怖ない。で374も勝ってる。怖くない？ちょっとペケジェ盗まれてんじゃないですか。大丈夫ですか？取られてるかな。一応ロックはしてきましたけど。いや俺でももうマジで今18万ぐらい買ってるよ。使ったから抜いて上がりが18万よ。どう？私は三連単を三連勝する男。誰も言えない。そんなのもう空気が私の空気だ。ああ伊勢崎を空気がもう伊勢崎王都の空気になっている。どういうことですか。空気がもう伊勢崎王都、空気がもう、はい、伊勢崎王都の空気になっている。もともとそうなんですよ。私の空気に、はい、そうなったら分かります。私の手のひらで選手の皆さんが踊らされているということです。私は三蔵王子です。おでかいやつ。悟空、サムゾウ、五白海、私のために石井さんを決めるのだ。三蔵王子で取られた。私が三蔵王子だっす。ザッス言ってるわ。取っとけ。我慢4000円。我慢4000円。生産。生産。
ビー、足りるかな、生産機今日足りるかな、あと4レースあるもんね、ちょっと補充しておいてもらうと、すいません、とんでもねえ、4点でやってるっていうのがそれがすごいですよ、4点だよ、あ、聞こえない、なんて言ったの、いやいや、4点、いや、聞こえましたよ、みんな、ね、はい、10点以上買うの、あ、4点ですか、あ、いやいやいや、あ、そうやっておっしゃった、いやいや、聞こえてたって、そうそう、2回は欲しいんだ、よし、うわ、マッチョパン、いや、こんなん調子だかんねん、ほんとこういうのは神様って見てるから謙遜やな、もう僕みたいなもんがっていう、やっぱりこさすいませんっていう、いやいやなんかすいません、え、僕みたいなもんがすいませんっていう、なんかこの、うん、ちょっとごめんなさい、60秒ぐらい前に、はいはい、私は三蔵法師、私は三蔵法師です、おお、でかいやつ、僕、三蔵法師、お墓私のために石井さんを決めるのだ、あれなんすかね、カットせえぞ、あとオープニングで言ってた命削って命かけてはんねん、それに対して行けこらとか、おめえ何してんだってはなしや、絶対それやめような、俺たちはリスペクトを持ってやろう、そうです、走ってらっしゃる選手リスペクトだっつって私はそう思うな、何やねんやめろお前なあ、いやもうあれはちょっともう、いけげんせ、はい、これさっき聞いた情報やけども、はい、オートレース場のこのお金って社会福祉に行くお金らしいのよ、はい、だからもう車券を買った時点でもう皆さんがもう貢献してるんです、はい、あ、社会福祉に、はい、私は社会福祉をしています、そうですね、買っただけ、社会福祉をしながら、はい、私はその邪念のお金を巻き上げております、まあ、でもそういうことですからね、いや、佐田さんにじゃないですよ、ごめんなさい、佐田さんにじゃないです、2万ずつ入れます、いいですか、すごい。夢を与えに来たんや、100万持って帰りましょう、これはとんでもない、集中しよう、よし、ゼロが100か、ゼロが100かし、3、4、5買ってますよ私、そのまま5、6、3でいこうかな、なんていうと思う、五郎さん殺す、五六さんで殺すって言うやろ、殺さんじゃなくてですか、殺さんのがいいよね